ちょっと前にね、ツイッター見たんだよ、ツイッター。ツイッターで俺見たんだけど、なんだっけな。これなんだよね。ツイッターのツイート見て本当それだなと思ったんだけど、なんかこの人がツイートしてて、ホストでもキャバ嬢でも性格悪くて気強い人ほど売れてるし稼げてる。ずうずうしくて気が強い人が結局は成功するんだよ。遠慮とかしてたら一生二番手止まりっていうこのツイートしてたんだけど、で、俺これ本当そうだなと思って、で、俺これに対してこうやって投げ銭サイトも本当それって俺付け加えてリツイートしたの。本当そうなんだよ、結局。結局、ね、なんか、遠慮なんかしないで、ね、もうふわっちでイベント参加して1位になりたいって言ってる奴らが結局稼いでるからね。結局なんだよね。うん。結局なんだよ。結局もう、遠慮しないで、とにかく金金金って強引にやってる奴が結局は稼いでるから。うん、そうなんだよな。中途半端は稼げないって、ほんとそうだなと思って。ほんとその通りやなと思うけど。ああ、もうやりたくないな、ツイキャス。関さんはリスナーの負担を考えてる。まあ、そうだね。まあ一番だって正直稼げるのはふわっちでイベント参加ずっとしてた方が絶対稼げるからね。いやそれでもう、遠慮しないで金金金って言いましょう。違うんだよ。遠慮しなかったら金って言わないんだよ。1位になりたいです。お願いします。お願いします。皆さん、1位にさせてください。応援お願いしますって言ってた方が絶対一番稼げるから。絶対。はい、そうなんだよ。本当に。もう分かってんだよ、それは。あれ、なにこれ。あー、もうやだな。ツイキャスやりたくない。もうツイキャスやりたくない。もう閲覧もかそってるし、もうやりたくないよ。